こんにちは、猫谷です。ご視聴ありがとうございます。今日は3月の2日の水曜日、今年はお花咲かないと思って諦めていた、我が家のコチョウラン、3年目なんですけど、育てて3年目のコチョウランにやっぱりこれは花芽かもしれないと思ってたのがどうやら花芽みたいなので、今日からこの花芽の成長記録を取っていこうと思います。はい、まず花芽ですね、ここにあります。ちょっとだけね、触ってみたらもう紛れもなく花芽のようです。はい、もう触らないようにします。で、ちょっと子供に見てもらったら少し黒くなってるっていうことなので心配なんですけど、ね、育っていってほしいなと思います。で、なんかね、あの花芽出ても花芽がね、そのまま枯れちゃったりお花咲かないこともあるらしいので、はい、気をつけようと思います。で、ずっとほったらかしであんまり霧吹きもね、ろくにしていなかった私なんですけど、最近霧吹きをこまめにするようにしてます。はい、でですね、あのその時に気をつけるのが、あの最近知ったんですけど、この花芽には霧吹きをかけちゃいけないらしいですね。私かけてました。で、花芽とかこの茎のところにはかけずに、この全体的に周りにかけるようにするといいらしいです。なので気をつけようと思います。お花咲きますように。また1週間後に撮ろうと思います。はい、ということで、1週間後、今日は3月の9日のまた水曜日です。はい、どれくらい成長してるかな。ここですね、ちょっと待ってくださいね。この葉っぱの下にあるので、このね、ここです。映ってるかな。ちょっとね、触っちゃいけないんだけど、これですね、これ、うん、映ってるかな。はい、こんな感じで、ちょっと先週より少しニョキって感じで伸びてると思います。はい、ではまた1週間後に撮影します。はい、ではさらに1週間後、今日は3月の16日の水曜日です。1週間後、大きくなってるかな、ここですね、ここ映ってるかな、うん、この上の葉っぱがね、邪魔なんだけど、これからね、この葉っぱを避けて伸びていくのかなと思うんですけど、今ね、多肉植物も育ってるんですけど、暖かくなって多肉植物の花芽が今ぐんぐんニョキニョキ伸びていってるんですよ。それに比べるとね、ちょっと遅いんですけど、ね、早くお花咲くの楽しみですね。ではまた1週間後に撮影します。はい、ではさらに1週間後、今日は3月の23日の水曜日です。はい、どれぐらい大きくなったかな、見えるかな、この上のね、葉っぱが邪魔なんですけど、この上の葉っぱからの下から生えてきてたから、これ上に天井があるからどうするんだろうと思ったら、ちゃんとね、横にこう避けてますね。てるかな、ちょっと、これですね、うん、ちゃんとね、横にこう避けてるんですよ、偉いね。で、ここに古い葉っぱがあるんですけど、これは気になるんですけど、茶色くなってね、自然に落ちるまで待ちます。はい、ではさらにちょっともうちょっと映そうかな、ね、早く大きく なれではまた1週間後に撮影します。さらに、では1週間後、今日は3月30日の水曜日ですね、うん、今日、動画を撮り始めて1ヶ月経ちました。3月2日から撮り始めたのでね。で、現在の様子がこんな感じです。なんか1ヶ月でね、思ったよりあんまりもっと伸びてくれるかなと思ったけど、これからぐんと伸びてくれるのかな、こんな感じですね。で、もう明後日から4月なので、そろそろね、肥料を上げた方がいいのかな、肥料マグアンプケをちょっとね、表面に置いてみようかなと思っています。また一旦これでね、あの3月分として動画をアップしようと思っています。で、明後日から4月なので、そろそろ植え替えをしないといけないですね。で、うちのコチョウランたち、これが100円で買った見切り品のコチョウラン、これは植え替えないといけないですね。で、このお花が咲きそうなコチョウランと、このミニコチョウランは去年植え替えたので、今年はこれ、今年は植え替えないです。で、この100円の大きいコチョウランと、あとですね、事後予告、この鳥かご、買ってきた鳥かごにね、この鳥かごに、このミニカトレア、ミニカトレアがこれかな、
ミニカトレアを植えてみようかなと、着生っぽくしてみようかなって今思ってるところです。また動画撮ろうと思うので、また楽しみにしていてください。そして、このね、コチョウランのお花、またこれからも、記録して、最後まとめて、もうちょっと途中省いて、花芽が出てきたところからお花が咲くまでの様子をまた、ダイジェストで動画にまとめようと思っています。早くお花咲くの楽しみですね。では最後までご視聴ありがとうございます。皆さんの今日が愉快な一日でありますように。バイバイ。